はい、どうもひこまです。今日はニョロモのコミュニティデーです。相変わらず暑いです。大阪夏の陣に向けての調整は今日で終了です。ほぼ完璧に仕上がってます。もうこれぐらいの暑さじゃ物ともしないです。というわけで、ね、ちょっと説明を読んでみましょう。トレーナーの皆さん、オタマポケモンのニョロモが7月のコミュニティデーで大量発生します。ニョロモこれですね。運が良ければイロチガイのニョロモと出会えるかもしれません。すでにイロチガイは持ってます。最初のゲットは抽選外れて1体横浜でゲットしました。私はチケット持ってないのでイベント会場ではねポケモン発生しないんですけど、その脇の道を歩いていた時に出ました。あれはミラクルでした。ニョロモの特別技はカウンター。格闘といえばカウンターなんでね、いいんじゃないでしょうか。多分安定の技なんだと思います。そしてニョロトロの特別技は冷凍ビームだそうです。まあいいんじゃないでしょうかでも吹雪覚えてましたよね。冷凍ビームの方がいいのかな。そして有料のスペシャルリサーチもあります。オトマポケモンを解明せよ。これ140円なんでね、買ってもいいと思います。最近のナイアにしては良心的な価格を保ってます。イベントボーナス、イベント中に孵化装置に入れた卵の帰る距離がなんと1/4。これ7キロ卵孵化がはかどりますね。ただ7キロ卵色違いアップと言ってますけど、やればやるほど闇が深まっていきます。そろそろね、消費者庁案件ですね。ポケモンを捕まえた際に獲得できるポケモンの飴が2倍。トレーナーレベルが30以上のトレーナーがポケモンを捕まえた際にアメクセルを獲得できる確率が2倍。イベント中はルアーモジュールの効果が3時間持続。イベント中はお香の効果が3時間持続。コミュニティで開催中にゴースナップショットを撮ってみましょう。死なことが起こるかもしれません。映り込みです。これいつも忘れちゃうんですよね。イベント開催日に行える特別な交換が1回増加し、1日に最大3回。交換時に必要な星の砂が半分に。これはいいですね。まあ、私はめったに交換しないですけど、アディショナルレードもあります。まあ、これは日中参加できなかった人はいいでしょうね。そんな中で行ってみましょう。2分後にスタートです。とりあえずメガ進化しときましょう。とりあえずギャラドスにしときます。ギャラドスメガ進化落ち OK です。今14時になりました。スタートです。まあサクッとやってね、サクッと帰りましょう。おお、もう湧いてる。早いな。だけど縦飛ばすのがいい縦飛ばすのが優先度が高い。じゃあとりあえずウイル博士の話を聞いてみます。ポチッとな。よーひこぼん、池にニョロモがたくさんいるんだが今もいるかな。楽しそうに泳ぎ回る様子をずっと見ていたかった。ニョロモの足は生えたばかりなので水の中の方が活発だ。それでも陸に上がりたいらしい。けなげだな。実際にどれぐらい泳ぎが得意なのか、どうやって歩く練習をするのか、そのあたりを観察してみよう。出ました、タグ。ナイアンクオリティです、これが。謎の言語が出てますけど、スルーしましょう。ニョロモ限定リサーチ、これ無料の方ですね。ポケモンを捕まえるときに木の実5個を使う。ニョロモ5匹捕まえる。ナイスロー5回投げる。OK です。これで進化に必要な王冠が手に入ります。王冠じゃないの、なんつったっけ、これ。有料のページはこっちです。オタマポケモン解明せよ。1ページ目。ナイスロー5回投げる。ニョロモを15匹捕まえる。ポケモンを10回強化する。やってやろうじゃないの。ああ、これは捕まえそうでいいですね。ノーマルボールがたくさん余ってるんでよかったです。大阪のためにね、ボールを貯めていたんですけどね。当たりイベントが来たために、スーパーハイパーのボールがどんどん減ります。ああ、いきなり色違い。よくわからんですね。無心タップでした。木の実もどんどん使っていきましょう。タスク達成のためだ。これ Go プラプラでも良さそうですね。カメラとスマホが持ってくれるといいんですけど。あ、消えちゃった。あと2匹だったのにな。ポケモン10回強化する。強化しておきましょう。うわ、カクカクしてきた。カクカクしかじか。スーパーリーグのトリデプス、もっかアメックスルをため中です。2回強化できます。あともう少しで1500に近くなります。今回のイベントでね、かなり伸ばしてます。あとは CP の低いやつを強化しましょう。うわ、なんだこれ、カクカクしてる。カクカクしかじか。強化。あと4回です。あと1匹 CP の食いやつを強化すれば大丈夫でしょう。お前に決めた。 1,2,3,4 OK です。ポケモン10回強化する。あと2匹。あ、いたいたいた。ちょうどいい、ちょうどいい時に仲良く2匹出た。あと1匹 OK です。オタマポケモン解明せよ。1ページ目。ノーマルボールが15個、そしてニョロモの飴が20個。このポケモンはもちろんニョロモですね。おお画面の地帯 iPhone SE をこんだけカクつかせるなんて相当だぞ。で1ページ目最後のリワードを受け取ります。ポチッとな。
星の砂が3000、お香が1つ、ゲッチャース。おう、野生のニョロンも。またウイロガセが来ました。話を聞きましょう。ポチッとな。どうだった、ヒコボン、歩くところを見れたかな。ニョロモのトレーナーになったら毎日歩く練習をさせることを推奨する研究者もいるんだ。だがニョロゾに進化するとその必要はなくなる。足は発達しているので餌を探して陸上を歩く。進化させてみよう、ヒコボン。進化させたらお腹を見ないように。なぜだ。ではオタマポケモン解明せよ。2ページ目。ポケモン10匹送る。ニョロモを15匹捕まえる。ニョロモを3匹進化させる。まずポケモン10匹送る。では10匹以上送ります。OK です。ニョロモを3匹進化させる。そんな進化させるものがいないんだよな。まあとりあえずこの辺進化させていきましょう。ハイパーリーグ168。このお腹を見ちゃいけないってことかな。なぜだ。多分次説明してくれると思います。あ、目が回るってことか。高個体も進化させておきますか。100はいない。最高98です。では98を進化させていく。あと1匹です。これも進化させておきましょう。2018年に捕まえたやつです。かなり古い。そろそろ7キロ卵9連が始まるはず。あともうちょっとです。ニョロモを15匹捕まえる。ここからはね、自動捕獲にします。宮下公園に行くまでには捕まえてるでしょう。設定、外部デバイス、近くにいるポケモンの検知、 OK です。ガンガン捕まえてくれ。いい。では行きます。いやー、ついわこれ。これはたまらん。みんなの外でポケゴーしてる場合じゃないぞ。次は宮下公園のルートね、見てみましょう。私のルートが2つできてます。多分いっぱい申請した人いると思うんで、いっぱいできてると思います。いっぱい作っちゃってね、大丈夫なんだろうかって感じです。暑っ。ちょっと日陰で休憩です。宮下公園行けば木陰があるので大丈夫なはず。外側は熱々ですけど、中は高温注意が出て止まってしまいました。10分ちょっとあそこにいただけでね、高温注意になっちゃいました。これは大阪の夏の陣、これ注意ですね。キャプチャしてたデータはちゃんと保存されていたので良かったです。そして今日スマホクーラーを忘れてしまいました。充電中だったんだな。とりあえずここが涼しい。では宮下公園入ります。あつつつつつ。スマホが持たないんでね、早く日陰に入りましょう。いつもここでスタートするんですけどね、水浴びの人たちでいっぱいです。ここは自動捕獲で任せましょう。ゲットしてます。あ、どうも。あ、ありがとうございます。あ、そうだ、やんないとだ。そうだ、ヒコボンルート忘れてました。ここスタートですね。ここ行きます。この付近の様子、右ですね。11個もあります。近くのルートを見る。いっぱいありますね。とりあえず宮下公園満喫ルート行きましょう。ルートを始める。 OK です。自動捕獲にして進んでいきましょう。で、ゴール直前まで来たらしばらく待ってセルを取る。多分ね、ゆっくり歩いていけばね、おのずとゴール近くで出ると思うんですよね。アマラス出ました。あー、自動捕獲しちゃった。まあ仕方ない。とりあえず卵孵化。あ、そろそろですね。もう切っときます。うわー、また一時停止。これがうざい。高度な設定、デバイス、近くにはポケストップの検知をオフにしておきます。これでもう卵を取らない。再開。ではね、サクッといっちゃいます。あ、氷屋さんが出てます。いいっすね、氷食べたい。頭蓋骨は見逃せない。あ、2ページ目達成してます。受け取りましょう。あそこがいいや、座れる。あ、オブジェ、あそこにもあったんだ。オブジェ巡りルート、ここにもありました。ただまあポケゴー上ではね、それを示せないんでね、分かんないですよね。怪しいポケモンみたいです。これは古代ポケモンですね。ここが本体です。かなり防御力が高いと見た。なかなかいいデザインです。好きなポケモンです。ポケモンちゃうちゃう。オタマポケモン解明せよ。2ページ目達成です。これはパイルの実が10個で、ニョロモの飴が30個で、ここはなんだ、ニョロモかな。あー、ニョロモでした。木陰は涼しい。木陰は全然平気。そして2ページ目最後のリワードを受け取ります。ポチッとな。孵化装置が1つ、経験値が4500。ゲッチャンス、ニョロモでした。そしてウイロカゼが来ました。お話を聞いてみましょう。ポチッとな。しっかりしたニョロズだな、ヒコボン。お腹の渦巻きなんだが、ずっと見ていると眠くなるぞ。眠くなるのか。目が回るじゃなかったな。さすがポケモンだ、特殊能力があるんだ。うねりが眠気を誘うんだろうな。子守歌代わりに子供を寝つかせるのに使われるほどだ。
そんなことに使われるのか。いいかい、こうやって見ていると寝ちゃうぞ寝ちゃうぞ。おっと寝てしまうとこだった。寝てよかったのに。ニョロゾはニョロボンかニョロトノに進化する。強靭な肉体を持つのがニョロボン。極寒の海を泳いでてもたくましい腕で流氷を砕いて突き進むと言われている。すごいな。ニョロトノはニョロモやニョロゾのリーダーなんだ。ニョロトノが一過するとみんな怯えるほどのリーダー。ニョロトノの殿は殿様なのかな。それに鳴き声に特徴がある。がなるような鳴き声なのに影響されて、とある作曲家が美しいバラードを作ったそうだ。シカボン、君はたくましさとリーダー格どちらを選ぶ。どっちでもいいです。オタマポケモン解明書3ページ目。カーボーのグレートスロー3回投げる。ニョロも15匹捕まえる。ニョロゾを2匹進化させる。とりあえずにアマルスがいます。これで稼ぎましょう。こいつ捕まんないんだ。こういう時は捕まっちゃったりして、こういう時は捕まっちゃうんだよね。ニョロゾを2匹進化させる。これはどっちがいいんでしょうか、安西先生。これはニョロボにしましょう。ニョロボに進化させます。出ました、ニョロボン。お前ニョロボン、俺ヒコボン。カウンター覚えてます。じゃあこっちの98はニョロトロにします。ポチコ、ポチインコ、オーケーです。ドスン。ニョロトロがなるような声で鳴くそうです。その声に影響されてバラードを作った人がいるそうです。がなるからバラードは意味わかんないですよね。ではニョロも15匹捕まえる。またルートをね行ってね、自動捕獲で捕まえていきましょう。ポチッとな。ピカピカ。俺の相棒です。寝る時もねピカチュウの子守歌で寝てます。ピカピカ言っててね可愛いんですよ。あざといなと思いつつね眠りについてます。ではもう一回いきましょう。せいなんですけど、今のままだとダメですよね。最初にやった印象とね変わってないです。ながらスマホを助長するしダメです。セルは手に入りにくいし、ルートは少ないし。自動捕獲便利だ。うお、いっぱい湧いてる。ここ恐ろしく湧いてます。アーケンもおります。違う違う、アーケン、アーケン、アーケン、もうシャイニーです。アーケンね捕まえにくくてストレスです。でも貴重なんでね捕まえていきます。ただ見かけませんからね。一回手動で捕まるとこの自動捕獲がね止まるんですよね。その再開までの間が短いほどいい。この自動捕獲の再開前がね、これでねだいぶ間が縮まったような気がします。モンボプラスまではね長かったような気がします。気のせいかもしれない。持ってんだから比べればいいんですけどね、そこまでの記録はない。大阪のために歩けばよかった。つい自転車で来てしまった。このシャドウクロタムゴでね今日の分の無料パスを紹介したいと思います。おー、来た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 。もうそろそろセルが出そうです。再開。みんななんでこの辺溜まってんだろう。今日すごいですね、ロアモジュールが。この辺で待機します。ではここで待機してセルを待ちます。オトマポケモン解明層3ページ目達成しました。スーパーボールが15個、ありがたい。そしてニョロムの飴が50個。そしてここのリワードはなんだ。ニョロと、おお、ニョロムでした。そんでもって3ページ目最後のリワードを取ります。ポチッとな。このロケットレーダーが下せない。星の砂が4500。ロケットレーダーゲッチャンス。ニョロゾでした。ここがニョロゾ。ほい、捕まえやすくていい。うおー捕まえやすくていいって言ったのに、ちゃんとグレート狙わないとダメだ。うわー、狙うとこれです。ほい、コッケグレーター危なかった。ゲットです。そしてまたウィル博士が来ました。ポチッとな。おかえりヒコボン。進化させるポケモンは決まったかな。決めた結果がこれなんですけど、すぐには決められないだろう。いやいやいや、決めた結果がこれなんですけど、ニョロモとニョロゾと一緒に冒険してみて、よく観察してから決めるといい。今日も一緒に調査してくれてありがとうヒコボン。懸命に歩き、常に自分を高めていきたい、そんな気分になったよ。ほんまかいな。ではまたすぐ会おう。それまで元気にゴー。出ました、元気にゴー。4ページ目はリワードを受けるだけ、楽でいい。ハイパーが15個、そして銀杯が2個。こっちはニョロトなのかニョロボンなのか、まああの深海でも必要ないニョロボンでしょうね。ポン。おお、ニョロトノだったまさかのニョロトノでした。やってくれたな、ウイロ博士。ボールが出てこなくなっちゃったんだけど。ほい、ルート歩行一時停止、固まっちゃいました。
ちょっと水でも飲んでね、一服しましょう。あ、動いた。で、4ページ目、最後のリワードを取ります。リワードを取る。不思議な飴が3個、そして経験値が5500。ゲッチャンス、ニョロボン。最後にニョロボン持ってきたか。ではニョロボン捕まえていきます。お前ニョロボン、俺ヒコボン。ほい、オッケー、グレート。ぐるんぐるんぐるん、ゲットです。セル出ませんな今までたまたまだったのかな。というわけでおたまポケモン解明せよ達成です。これでいつでも帰れます。こっちのリワード受け取ってませんでした。これなんていう名前でしたっけ。王冠、王冠じゃないんだよね。まあ、とりあえずこれ受け取っておきます。まあいらないですけどね、受け取っておきましょう。ポチポチポチ、これもタップするのかな。ポチ、まだ、おーおーおー、いきなり動きました。ポチ、そして最後の王冠を受け取ります。ポチ、王者の印でした。これで無料のリサーチも達成です。自動捕獲してしまった。お、チゴラ捕まえてました。セル出ませんね。もうちょっとゴールに近づいています。今日はなかなか出ませんね。今日はね、コミュニティデーがメインなんでルーターほっておきましょう。とりあえずゴールしておきます。あ、出た、やっぱりゴール近くだ。タップタップ、オッケー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 、出ました。諦めた時に出ました。やっぱりゴール近くだよな。かなり近いんで、これゴールしちゃうと消えちゃうらしいんですよ。危なかった。お、危ない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 、今ゴールです。危なかった。一応また出ました。ここで4回連続です。これ5個お願いします。私に特に何があるってわけじゃないですけど。というわけでシャドウフリーザーです。やっぱり出たな。待っててちょっと動くと出るのかな。このルートではもうセールは出ません。じゃあ他のルートをやりましょう。シャドウフリーザーで無力を消化したい。これだけ人がいればいるでしょう。ではね、私真っ暗ですけどここでやりましょう。景色がいいです。こののどかな風景でシャドウフリーザーです。4、3、2、1、0、スタートです。久しぶりにシャドウフリーザーやります。もう地元じゃ無理ですね。3人4人クリスタルのバグはいつ直すんでしょうね。ナイアンティックしっかりしろ。5人です。6人いれば大丈夫でしょう。ちょっとレベルが低いのはあれですけど、いけるでしょう。もうみんなメガ進化してます。8人いれば大丈夫。コミュニティデーでも8人ですからね。まあ、みんなコミュニティデーに集中してるのかもしれないですけど。では8名でバトル開始です。岩が20弱ってなのにみんな岩使ってないぞ。コローニアが出ました。積極的にクリスタル使っていきましょう。使う。使いました。やっぱり人数が多いとね、ゲージ技使ってようが使ってまいが使えますね。少人数になるとなんで使えなくなるんだろう。あ、今のは使えなかったかな。あっという間に鎮静化しました。クリスタルバグ治ったとかあるのかな。少人数になると発生するのかな。分かんないな。全然情報が分からない。撃破です。余裕の撃破。 CPU は2090。次はゴーロケット団の誰かに俺の敵を取ってもらうぜ。ボールは15球います。ポケモンを救う。ノーシャイニーです。ちなみにロシアも取ってあります。ショイチ、オッケー、グレート。グルングルングルン、ゲットです。では評価を見てみます。ポチッとな。おう、ここで無料パス消化して安心です。ではね、あらかたやったんでこの辺にして帰ろうと思います。色違いもね、まあそこそこ取ってます。まあニョロマなんでね、こんなもんでしょう。7強卵孵化もね、ちょっと動画に入れようかなと思ったんですけど、ちょっといいものが出てしまったんで、後日の卵孵化動画にまとめます。卵孵化は後日のお楽しみに。というわけでニョロマのコミュニティデーでした。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャー。